スマイターはイギリス海軍の護衛空母。その前身バーミリオンはアメリカ海軍の護衛空母。防具急行空母艦の一隻バーミリオンは海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1943年5月10日に寄港する。1943年6月10日に区部マイナス52に艦首変更され。 1943年6月23日に、レンドリースポーに基づき、イギリス海軍へ移管。1943年9月27日に、浸水し1944年1月20日に、引き渡された。艦は、スマイターの艦名で、イギリス海軍で収益する。ルーラー級護衛空母の一隻として、スマイターは第二次世界大戦を戦い、 1946年3月20日にバージニア州ノーフォークに帰還4月6日に公式にアメリカ海軍へ返還された1946年5月6日に除籍され1947年1月28日に商船上改装のためニューポートニューズ造船所に売却されたその後カンパニアアルゼンチナでナビガシオンドデロシャに転売1948年に ブエノスアイレスで SS アーティラーと改名される。1965年にはプレジデントガルシアと改名されるが、1967年7月にガーアンジー島でナンパし、同年11月にハンブルクでスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。